さあそれでは2022年の滋賀県の問題の台物の4番ですね解説していきますまあいろいろとね文章が書いてあるんですがまあそちらリンクを確認していただくとして、まあ、要は何をしていくのかっていう問題をですね考えていきますえっ、ー、と問題のテーマは何かっていうとまあ実は非常に有名な点でですねフェルマー点っていうものがですねテーマになっている問題なわけですねでえっ、ー、と正三角形 ABC っていうのがまずあった時に まあ、適当にこう点を取ってみると、まあ、今回 P ですか、えー、こういうものを取ってみたときに AP BP PC ププラス B P プラスス、えー、この長さの和が最小となるような点 P ってどうやったら作図できるだろうねって話なわけですね、まあ、これを実を言うとフェルマー点っていうふうに言うわけなんですけれども、まあ、その考え方がヒントとして一応与えられてるわけです、えー、どういうふうなねヒントなのか、まあ、先生のアドバイスっていうふうな形なんだけどまずは AP を60度回転させた点を Q というふうにするとで、えっ、ー、と。 さらに a から bc と平行な線で、かつこの bc と ad の長さが同じになるように点 d を取るっていう。風に言ってるわけですね。で、これを結んであげるとで。そうするとまずここ ap を a を中心としてね。6 0度回転させた点が今これ a9 点というかこれ、このこれが a 9なんだけど、この三角形で正三角形になるわけじゃないですか？まあ、なので。 まあ、これとこれはもともと同じなんだけど、これも同じになるよねってことを丸の一番で言っているわけですね。えー、そして丸の二番で、A. から B. c とこういうふうに平行な線を引いたときに。C. P. と D. Q. が同じになるよねって言っているわけです。この C. P. の長さと D. Q. の長さが同じになるねって言っているわけですね。まあ、これは何でなのかっていうのは後からね、説明していきます。で、最後に、この丸の一番、丸の二番を考えていけば。要は A. P. プラス B. P. プラス C. P. っていうのは A. P. の代わりに。 pq を使って pc の代わりに qd を使うっていうふうに考えれば pq+bp+qd プラス B P プラス Q D。 これに変わわるるよねねっって言って言けです、ね、AP+B+CP プラス、B、p プラス、CP、っていうのは BP PQ ププラス p Q プラスス QD の長さの和と同じじになるるゃんって話をして話しわけですさあそこでさまざま問題がついているわけなんですがまずまあここは正三角形だからね APPQQA が同じになるっていうのは問題なかったと思うんだけど括弧の2番の証文で聞かれているのはなんでこの PC と QD って同じになってるんですかっていうのがね問題として含まれているわけですね。まあ、これについて簡単にちょっとね、えー、ご説明差し上げます まだねここには同じマークっていうのが本来はついていないはずですからあこれなんか記号がよくないねこっち3本にしとこうか。 ね、こういう風にしておきましょうかね、えー。まだここの長さが等しいってい言えてないわけなんだけれども、まあ非常にね分かりやすくなっていて、三角形 APC と三角形 AQD が合同であるってことを証明できればいいわけです。ほなどうやって証明するねんって話なんですけど、今ね AP の長さと AQ の長さは同じになっていると、でさらに BC の長あ失礼 BC の長さと AC の長さは同じで、BC の長さと AD の長さも同じだから、AC と AD の長さも同じになっているわけですよね。あとは挟まれている角が等しいってことを言えれば。 い,いわけですで今ねこれね平行だっていう情報が与えられているわけだからちょっと見づらいかもしれないんだけどこっからここの角度これは錯覚使って6 0度になるわけですよね。いいで,すかでこの PAC っていう角度このこの部分の角度ってどうなってるのかっていうのを見ていくとあしまったここまあいいやえこの角度っていうのは6 0度 p a q の6 0度からこの 角 CAQ を引いいた角度ですよ、ね、もう1回言いますよよねもう回言まこのポチマークをつけたところは60度かからを引いた角度でですすよね、OK、ですかそしてこの QAD っていう角度もどうなってるのかっていうと60度から×を引いた角度なのでやっぱり丸印になるはずですよね。ということで2辺共角相当2辺の長さとその間の角がそれぞれ等しいので合同だって言えるわけだから安心して。 こういうふういいふに、ね、考えていいわけですよね、OK、さあということでこれをもとにして括弧の3番ですね ABC が動く距離の合計が最も短くなる時の値を求めなさいって言ってるんだけどこれ問題文はこういうふうに翻訳することができて AP+BP+CP プラスプラスの最小値を求めなさい。っていう問題なわけですね。 で、これは結局のところ、言い換えればどうなるのかっていうと、BP プラス PQ プラス QD。BP プラス PQ プラス QD の最小値を求めなさいってことと同じ問題なわけです。いいですかね。 さああじゃあこのね角角角と折れ線になっているこいつの最小値ってどうなりますかって話なんだけど当然それはこうやって一直線上に結んだ時にどっかね p とか q がこの辺に出てくればいいわけですよね。いいですか、まあ、なのでちょっと a から垂線引いたイメージをとっておくと,えっとこの辺かでこうでこの辺にこうねえ Q が来てこの辺に P AP PQ がが来てププラスプラスス QD 最短だっていう風にななるはずなんですよね、OK、ですか、えー、すかなわち P はどうかこの辺に現れるってことが分かるわけですね。さあということで、えー、この時、えー、動く距離の合計が最も短くなる時だから問題文を翻訳翻訳すると結局はこの B から D までの長さを求めなさいって話になってるわけですこの問題自体はね。じゃあこの長さどうやって求めればいいんですかって話だけど、まあ、まあどういうふうにやってもいいかな。こういういにししてて正三角形を復元して もうい,いしまあこのままの図で使うんだったらこうかな。結局これさ平行四辺形の対角線の長さを求めなさいというだけの問題ですよね。えなので、まあ、こういうふうにさ今、えー、出来上がっている図形のを考えていけばいいわけなんだけど、えっと、この正三角形一辺 4m ですか一辺が 4m なわけですね。 ですからここの長さも 4m だし当然ここの長さも 4m だとで鈍角三角形でこの一番長い辺の長さを求める時ってどうすればいいのかっていうとここ外角を利用するわけですね。ここがこれ60度60度合わせて120度になってるからこっち側の外角は60度になってるはずですね。えー、ということで1対2対ルート3って考えればここの長さは2になる、えー、ここの長さは1対2対ルート3ですからルート2ルート3っていうふうになるわけですね。 まなので、ここで三平方を使えばいいと。まあ、もしくは、ここの角度が、そのまんまね、こう三十度っていうのも、わかるわけじゃないですか。ね。まあ、だって。こうやって。生産。 正三角形2枚重ねた平行四辺形を作ってしまえば、まあ、ただのひし形になってるわけですよね。スーッて引いてしまえばここ半分の角度になってるはずですから、まあ、3 0度で3 0度になるってことは分かるわけですよ。ということはこの大きい三角形全体を見ても1対2対ルート3っていうふうになってるはずだから、まあ、2ルート3を2倍してしまえばねいいわけですね。ということで2ルート 3×2 で答えが4ルート3メートルと。よいしょよいしょよいしょ。よいしょ こういういうに出てくるわけですね。よろしいでしょうか。はい、えー、ということでこれによってですねえー、っとまあ最短距離正三角形における最短距離のお話は終わったんだけれどもさらに2人は先生から次のアドバイスをもらったよって言ってるわけですね。えー、実はここに出来上がった点、P、についてなんだけどって話をしていてこの点 P ってどうなってるのかっていうと実を言うと三角形の内側に角 APB AP とい 120度 b p c 1 2 0度 c p a 1 2 0度ってなるような点を取ってあげれば。 これ実を言うと点 P っていうのは必ず AP+BP+CP プラスプラス、CP、が最短距離になる点だよっていうふうに言ってるわけですね。AP BP CP ププラスプラススの値が最小になるような点っていうのはこの APBBPCCPA が全部1 2 0になるような点だからねっていうふうに言ってるわけですね。でちなみにこのことっていうのは三角形が正三角形の時じゃなくて3つの角の大きさが全て 120° 度未満の三角形の時ではいつでも成り立つよって言ってるわけです。なのでこっち行きましょうか。 ちょっと、ね、問題文映っちゃってるんだけど要はこういう適当な三角形があったときに内角が全部1 2 0度未満になっている状態であるならばさっきのように BP プラス a p プラス BP プラス CP の長さ,が長さの和が最初になるような点っていうのは必ずこの1 2 0度1 2 0度1 2 0のを作れるような点だからねと言ってるわけです。こ、まあ、この点の点とを、ね、フェルマーテンというわけですねで実際この証明もですね実、えー、と,とさっきと同じようなね仕組みで考えることができるので、まあ、興味があったらやってみるといいかなと思います。 まあ平行線ではないんだけどね、はいあのーまあ、三角形の合同をうまく使って考えていくんですけれども、まあ、それをやってあげるとです、ね、実は思いのほか簡単に出てきますのでちょっとチャレンジしてみてください実際昔ですね昔どこだか高校名忘れちゃった、えー、どっかの入試問題でですね出ましたあのこのフェルマーテンのね問題も出ましたので、まあ、ちょっと考えてみると面白いかなと思います。 どっかで、ね、別の動画でフェルマーテンについてやってみてもいいかなと思いますけどねさてさてとでその先生のアドバイスをもとにして、えー、今度はですねえっ、ー、と,、うんえー、と図4新しい図が出てきたわけですでこれはまず ABC はさっきと同じ正三角形になっているんだけれども、まあ、点 P っていうのはね、まあ、別に長さは書いてないのかなうん長さは書いてないんだけど正三角形だよって言ってるわけですねで点 P っていうのが、まあ、さっき作ったフェルマーテンですね でちなみにですけれども1 2 0度、1 2 0度、1 2 0になる時の点 P っていうのは、まあ、実をいうとこの正三角形 ABC の外心内心重心全部を満たしている点になっているわけです。要は。これちょっとねあの逆算的考え方になるんだけれども、えー、こういうふうにまあ な垂直二等分線って見てもいいし、えー、中線って見てもいいんだけれども、まあ、要はねこの向かい側の中点に対して引いていった線の交点これがまあ重心になるわけなんだけど実はこの重心っていうのがまさにねこの120度120度120度を作れる点だ,点だったんですね。っていう点を今 P っていうふうに置いてますと、はい。ほいでほいでほいでさらに何かしら点 T っていうのを取るわけですか。 で三角形 BCT っていうのを作ったんだけどこれは CB と CT の長さが同じになっていてかつ BT の長さっていうのは BC の半分、まあ、BT を2倍にしたら BC になると、えー、そういうふうな点 T ですっていうふうに言ってるわけです、まあ、実際はねこの情報使わないんだけどね、うん、使わないです、えー、使わないんですけども一応書いておきましたさてさてさてと、えー、この状況下で何をしていくんですか、えー、この三角形 BCT に注目をして 点、r、っていうのを取るとでこの r は br+cr+tr これがこれの長さの和が最小となるような点 r を作図してくださいという問題なわけです。だから言い換えてしまえば三角形この。 CBT っていうのがあった時に1 2 0度1 2 0度1 2 0度になるようなそんな点を作図してくださいねっていう問題なわけねこの問題はね。はいということで何をやらなきゃいけないかが分かったところで早速やっていくわけなんですが、まあ、ポイントとなるのは。各各各 BRC BRT イイコール各 T イコール各、えールル BRC BRT BR ってんのか t で各 t r c イコール1 2 0度となる点の作図なわけですね。でこれはやっぱりねこの作図の基本的な考え方ではあるんだけれども実際に完成形をイメージしてから あの考えてみるとそこがねすごい重要になってくるのかなと思いますまあ、なので正三角形があって二等辺三角形があってまあ、どの辺にあるのかわかんないんだけど120度120度120度になるようなこの R どうやったら作れるかなっていうところから考えていくわけですよさあどうやって作りましょうかどうやって作りましょうかこのね第1点目だけはね結構素早くね見抜けるとよかったかなと思うんだけどどうだったかなどうかなどうかな これね、2と追うもの1とエズじゃないですけれども、まあ、3つ120度をですね一気に考えていくっていうのはちょっと難しいんじゃないのかなと思うんだよねだから1個ずつ1個ずつ見ていこう例えば BRT が120度になるここが120度になるとか BRTRC が120度になるとかですね、まあ、この辺りを見ていって120度うまく作れないかなって考えていくんだけど、まあ、ちょっと難しそうですねちょっと難しいよねこの BRT が120度になるような R まあもちろんいっぱい出てくるんですよあの1つの 線分に対して角度が120度になるような点って、まあ、割りかしいっぱい作れるわけじゃないですかまあですよね、まあ、なのでいっぱい出てくるわけですねじゃあどう考えていこうかって話なんだけど実はこれがヒントですこれがヒントですあ、円周角の定理で120度120度120度ここ,こ,うやってこう120度の点っていっぱい作れるようなってことが気づければあ、待てよとここの部分の120度に注目をすると これが120度になるような円ってすぐ欠けそうだなと。なぜかっていうと、ここに60度があるわけじゃない。ってことは、この点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 、こっちで言うと、ここ、ここ、ま R、C っていうのは、必ず同一円周上にこうやって並ぶはずじゃないですか。なぜなら、四角形円に内接している四角形は向かい合う角度の和が180度になるからですよね。っていう風うに考えれば、 この R っていうのがどこにあるのかまず第一候補としては三角形 ABC の外接円の上に絶対乗っかってるはずですよね。Okay、ということで三角形 ABC の外接円をちょっと作図してみましょうどうなるかなどうなるかな結構んまあ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 面倒くさいなえー、っとここまずそもそもこの P の位置合ってんのなんか合ってそうだねこれね。えー、っとトントンこの辺か。 この辺、くだな。なので、よいと、この辺を通るような円だから、ちょっとうまく描けるかな。頑張れ、俺。よーああ、俺としたことが、ちょっと歪んでしまった。まあ、僕の性格ほどじゃないか。いごめんなさい、独り言が多いですね。ごめんなさいね。はい、えー、っと。こういう風な円をかん、うわ、切ったねな。もうちょっと、なんか、綺麗に描けるもんかに。よいしょ。 うん、ごめんなさいちょっとなんか膨らみすぎちゃったかなうんまあいいや、はいえー、こういう風にね三角形 ABC の概説点を書いてあげれば必ず R っていうのはこの上に乗っかわってるわけですどっかこの辺にあるはずなんですよこの辺にあるはずなんですよで勘のいい人はちょっと気づくと思うんだよねあれ待てよとちょっと何でか分かんないけれども雰囲気として雰囲気としてこの辺に 120° 度っていうのを作ってしまって ここここも120ににななななるるんんだったならば、れれとと。合同になるんじゃかかろうかと、まあ、つまりこれってちょうど左右対称な図形になってるからこれって垂直二等分線になってるんじゃないかっていうふうにね発想を広げられた人は素早く回答が出たのかなと思います。まあ、つまりここからあとはこのね c から bt に対して垂直二等分線引いてあげるわけですねまあごめんなさい角の二等分線引いてあげるわけですね。垂直二等分線って言い換えればこれ角の二等分線になってるはずじゃないですか。 だから角の二等分線をここで引いてあげれば実際に作図ができるわけなんですね。まあそう考えていただいてもいいし、まあ、僕は最初こうやりました。えー、っとどういうふうにやったのかっていうとあこっち側に正三角形作ってグイーってやったらここの R っていうのはこの辺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 のど,のどこかにあるはずなんだよなと。なので同じようにいけるかなこの辺同じようによいしょ。 こっっち側にも正三角形を作ってしまうとだからまあ作図の方法としてはこの CT の長さをキープした状態でえピッとでこ,のこっちに今度針を当ててねこっ,ちこっちに針を当ててこっちで長さを測っていってピッっていうふうにやればすぐに正三角形これ作れるはずですよね正三角形ピッピッピッって作図できるはずじゃないで今度はまあこれの中心を探してあげるとまあこの中心探すのがねちょ,こちょびっと面倒くさいですけどねまあえっと 垂直二等分線を2本引いてあげれば済む話なのでまあそうは言ってもそんな大変じゃないかなと思うんだよね。まあ、要はどっかこの辺からこうやって針当ててさ「す、えー」えー「あうまくいってない」「す」「す」「す」みたいなのを作って垂直二等分線を書き、えー、ここもね「す、えー」 なんていうふうにして垂直二等分線を書きのでえここの中心出てくるじゃないですかであとはここの中心が出てくればまたこれでぐるっと円を作図してあげるとまた難しいなここにやろうよいしょ色変えようああ歪んじまったこうか。 これが正しいかな。こういうふうに書いてあげればやっぱりここが6 0度になるわけだからこの円周上に乗っかっているどんな点も角度を作ったら1 2 0度が作れるはずですよね。ということはこの円とこの円の交点であるここここが求める点 R だっていうふうになるはずですよね。 オッケーってていう風にしまあねこれの角の二等分線を引く方法の方が早いとは思うので、えー、とそっちの方がね、まあ、回答としては正しいだろうし実際僕もね滋賀県のホームページの方を見てみたらあのこの方法で角の二等分線で書いていたので、まあ、いいんじゃないのかなと思います。でなんで僕がこれをしなかったのかって話を最後にしていくので、まあ、一旦ねまずは先に締めのコメントからしてえっ、ー、と。 なんでこれをしなかったかという理由を今から言いますね。はい。ということでね一回まとめておくと、まあ、結局のところまあ、誘導いろいろ書いてあるんだけれどもポイントをちゃんと掴んでいけばやってることはそんなに難しくなかったわけです。で最後の作図だけちょっと頭を使う部分があるかなと思うんだけど、あのまず作図でとにかく大事なことは完成形を先にイメージすることです。完成形を作って、ああ120度が言えるんだったら何ができるのかな。あこっち60度があるじゃん。円書けばいいなみたいなことにね気づけるとよかったのかなと思うんだよね。なので作図 の基本である完成形から意識するっていうのはぜひねちょっと覚えておいてほしいかなと思いますさてえなんでですね僕がここで各の二等分選を選ばなかったのかっていう理由なんだけどあのここから先はですね動画止めてもらっても大丈夫ですあの実は僕これ twitter でもですねえこれってどう思いますっていうのをねえ募集したところまあ様々意見が寄せられて面白かったのでえちょっと紹介をしておきますあのここにね 点 R ってていいうのを置いてこうしたときにここが1 2 0度でここが1 2 0度だったならばどういうことが言えるのかと合同じゃんと合同だからここ角の二等分線引けばいいよねっていうふうに考えた人が多いと思うんだよね。でこれって本当に合同っすか本当でっすか ?BC と TC 長さ確かに等しいですよね。RC の長さって 当然共通してるから等しいですよね合同条件なんですか二辺 <laughs> の長さとその間の角間の角等しいってどこに書いてあります書いてないですよね書いてないですよだからこれ合同かどうかって結構すんなりとわかるかって言われたら分かんなくないって僕は思ったんですよ実際そうでしょこれの合同証明してって言われたらあこれちつまり合同ですよ結論合同ですよ合同なんですけどこれの合同を証明してって言われたら意外と大変なんですよね あのなので合同じゃんっつってパッて引いた人は早く解けたとは思うんだけれども本当に合同かどうかっていうふうに悩んだ人は結構多かったのかなと思うんだよね。特に一生懸命勉強した人にとっては「あれこれってほんまに合同なん?」と。え1 2 0度1 2 0度1 2 0度で。 例えばだけど、どっちかに偏っていることってないのかな？って考えた人はまあ、僕はね。あの数学が今後得意になる人なんじゃないのかなと思うんだよね。そうやって立ち止まることはすごく大事です。でも、まあ実際のところ狂って折り返したときにピタッと重なるような感覚があの。あっ あればまあ合同だってことは気づけると思うんだけど意外とね証明すると難しいんですよでこれ実を言うと鈍角三角形の合同条件というのがあってえっ、ー、と二辺の長さと一つの鈍角が等しければまあ合同だっていうふうにここ言えるわけなんですね、まあ、証明の仕方はいくつかありますまああのー、ここで捕獲をとても直角三角形をつく直角三角形に作り直してから考える方法であったりとかまあねあのー こっちの三角形 BRC これをこっちにこうやって移動してあげてここで二等辺三角形証明してここで二等辺三角形証明してみたいなねそんな話を使ってもいいのかなと思いますいずれにせよですねパッとすぐに合同だっていう風にあの。 イメージはわかるんだけれども証明がなかなか大変だったと思うので、まあ、悩んだ人は多かったんじゃないのかなと思います。実際僕は悩んだしあの、まあ、合同の証明ここでやってからやるぐらいだったならばさっさとこの円描いた方が早そうだなと思ったので僕はこれにしたのね。まあ、なので角の,の二等分線を描くっていうのが実際は正しいので、まあ、最後のね作図はこういうふうにこういうふうに考えて。 スーッとと引いいたのももちろん、OK、ですもちちろろんん、OK、でですす結論としてて合ってますからねはいまあ、なんだけどねいろいろと考えることが多かった問題なのかなと思いますので、えー、まあそういったところでね立ち止まって考えてしまった人はそれはね悪いことじゃないですあの僕自身も実際に「ん?」っていう風に思ったのでね。はい、えー、ということで、えー、ここで解説一旦終わろうかないったんじゃないですねここで解説を終わろうかなと思います。<music>